はい、どうもこんにちは。劇団スカッシュのゆうやでーす。大人気虫垂炎シリーズの最終回でございます。人気なのかどうかも正直わかんないんだけれども、せっかくなんでね、僕が包丁で入院した時の動画をシリーズとしてね配信していて、なんと1本目に関しては、ね、急上昇にも乗ったってことでね、よかったら、まあ、リンク下に貼っときますんで、頭から見てもらえたら勉強にもなるポイントも押さえてますんでね、まだ盲腸になってない人誰でも可能性がありますから見てもらえたらと思いますが、実は最終回は手術も終わって、手術が6だったんで6、7、8、9、10、11、もうそろそろ退院ですよぐらい、1週間経った時ぐらいに前川さんがお見舞いに来てくれたところ、そこからね見ていきたいと思います。はい、どうぞ。ゆうやさんのお見舞いに来ております。僕からのお見舞いの品はこちら、漫画。エロ本ですか？エロ本じゃないです。これエロく見えるけど、あ、もうこれね確かちょっとエロいけど、ちょっとだけ。ありがとうございます。そんな元気ないでしょう。でもこれは読んだことないからわかんないけど、火星に住むつもりかい？いや、そんなつもりではないんだ。すいません、なんか点滴の時間に。点滴は24時間だったんで、それが今日のちょうど18時から明日の朝まで取れるって言ってた。へー。ちょいちょいご飯が食べれて取れるものが増えてきたって。早く良くなってください。あ、すいません。俺のチンコ見る？見ないよ。ゆうやさんの様子はちゃんと撮ってんの？自分で撮ってない。今こういう状態ですね。ゆうやさん今かなり元気。いや、全然元気には見えないけど、こういう感じでもなって。元気になりました。いや、まだ全然元気になってない。じゃあゆっくり休んでください。ありがとうございます。はい、お大事に。はい、ということでね、俺から見てもまだ全回復してないんだけど、病院の中にいる俺としてはほぼその時もう全回復してる感じでね。毎回さん、ありがとうございました。でね、今見てもらってるようにご飯もね、楽しみに毎日なってきてね、写真見てもらえばわかると思うけど、どんどん重湯から三部がゆ、五部がゆ、全がゆっていうのは、がゆでご飯ってなっていくんで、それも楽しみに見ていってもらえたらと思うんですけども、11日はね、土曜日だったんですよ確か。土日は悪化してなければ限りは採血取らない。だから白血球とかその CRP の数値も出ないから、入院してるとめっちゃつまんないでね、元気になってきてるから。ちょっとずつ、もちろんめっちゃ痛いんだけど、気持ちが元気になってきてるから、なんかね、採血の結果を待つのが1日の唯一の楽しみなんだけど、それもないから、ちょっとね、この日お見舞い来てくれて、漫画をもらって読んでっていう感じでしたね。楽しかったです。漫画も前川さんが来てくれて嬉しかったですね。で、8月12日この日はうんこが出た。食事中の人はごめんなさい。体としてはいいことですね。あとね、褥瘡っていうの、床ずれっていうの、お尻がずっと寝たきりみたいな感じだったから擦れちゃって痛くて、看護師さんになんかいいのないっすかねって言ったら、円座クッションっつってさ、こう丸いクッションで真ん中が穴開いてるやつ、あれがいいですよなんつってくれたから、じゃあちょっと明日にでもお願いしようかななんて思ったのを覚えています。もうこれだけ。8月12日も8月13日やっと楽しみな採血の結果が出てね。これだって前回が8月10日で白血球が12400、 CRP が 13.33、 これがいくつになったかっていうと、8月13日白血球8400、 CRP4.37、 かなり良くなってるでしょ。で、俺はその今回傷を5センチぐらい切って、ここをホチキスみたいなの止めてたの。ガチャン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 。で、8月13日はこのホチキスが取れました。あとさらにドレーンっていうのがこうやって繋がってね、袋に入ってるって言ってたんだけど、もうほんと5センチぐらいになって、ここでちょん切ってくるって短く、これはなんで短くなったかっていうと、中にね、もう十何センチこう入ってんだって。それをここまで切った後は出てくる量がどんどん減ってくるから、まず短くして、その後はちょっと抜いては切る、ちょっと抜いては切る、ちょっと抜いては切るって言ってて、あ、全部大体ありましたねって、そういうものらしいんだね。なんでかっていうと、いっぺん抜いちゃうとなんかお腹の中がおかしくなっちゃう、形がおかしくなっちゃったり、それからちょっとずつ抜くらしいんだけど、この日は初めてドレーンが短くなって、でさらに伊達さんがお見舞いに来てくれたのをせっかくだから動画に撮っとこうと思って撮ったんや。その動画もご覧ください。エンタメ要素が多いですね。どうぞー。今日は伊達さんがお見舞いに来てくれました。はい、僕の兄ですね。はい、ちょっとつらそうじゃない？つらそうじゃない？じゃあ今ちょっと歩いてきたから。ああ、10メーター歩くんだけど、やっぱり限界まで使うので大変。筋肉ね。5回目ぐらいですか？もう結構来てくれましたね。結構来たね。5回目ぐらいじゃない？確かに。どう？10メーターぐらい歩くだけでやっぱりすごい体力使うの、やっぱり。今はね、やっぱでも歩けるって本当素晴らしいことだから。感謝しかないや。今年の目標なんだっけ？走る。あんま笑わせないで。今何見てたの？何見てる？今、うん、いや今日結構綺麗にできたなと思って。何を？あ。これ唯一これしかやることないから。ここ綺麗にすることがお前の今の仕事なんだ。今日かなりいいでしょ。うん、ちょっとこれ。ちょっとまあ分かんないんだよ、ごめん。いや、こんな綺麗な人いないと思うよ。あ、そうなんだ。うん、じゃあありがとうございました。
はい、ね、達夫さん毎日してくれ、ほぼ毎日してくれましたね。ありがとうございました。で、次にですよ、8月14日孤独の誕生日、つらかったね。でもね、この日から点滴はなんとね、3、4種類打ってたんだけど、抗生物質だけで。抗生物質は1回打つのに30分くらいで終わっちゃう。今まではさ、ずーっと24時間ずーっとついてたのが、ちょっとずつ夜だけつけなくていいよみたいになって、ついにこの日から抗生物質だけで良くなったから、1日2回か3回打つんだけど、30分かける3ぐらい以外は点滴を打たなくてよくなって、もうこの時かなり元気になってました。で、リハビリの先生と初めて階段を登るっていうリハビリをやって、階段も超ゆっくりだけどね、歩けるようになって、なんとね、外も散歩しましょうって言われて、だから十何日ぶりに外も散歩して、風って感じるのねとか、こう風ってさ、なんつうんだろう、当たんだよ、わかる、風ってこう当たるんだな、こうほら、ああい当たったよ車のブーンって音がこう当たるんだなって。で、この日母親に頼んだの、円座クッション、母親持ってきてくれて、それが俺の誕生日プレゼント、円座クッション。いやいや、ありがたい話なんですよ。痛い、それで痛みが取れたからね。ただまあ、嬉しいけど、なんか寂しかったよね。で、8月15日。今数字出たと思うけど、もう 1.99 まで CRP もしてるし、白血球も7400だから、もう一般の数字まで戻ったんじゃないでしょうか。でね、もうこっからはもうほぼ退院に向けて、8月16日、この日はなんと、シャワーが浴びれて、で、この時に浮かれた写真があるんで、一応見せておきますね。うざいですね。はい、そして8月17日、この日はもう CRP0.98 ですよ。もう退院していいでしょう。ほぼほぼね。なんとこの日はね、また階段も登ったし散歩して、でね、朝ごはんにね、パンとピーナッツバターが出た時に、変化球すぎて。うわーってさ、俺、ピーナッツバターって言ったら甘いやつ嫌いな、前に動画でもやってんだけど、でもその時出たやつがピーナッツバター甘いやつで、パンも焼いてないのが2枚で、でもなんかうまそうだなと思ってつけてみて、ピーナッツバターを塗ってバナナを挟んで食べたら、涙が出るほどうまかった。マジで涙が出るほどうまかったから、また食べたいなって最近ずっと思ってる。それに関しては今日の動画の最後でちょっと言うことがあるから、最後にお楽しみください。でも17日はもうそれだけ、楽しいことだけ。退院です、8月18日で。病院の朝は早いから、5時にはなんか点滴だ、あだこうだって周りが始めるから、もう目も覚めるし、6時過ぎには電気もつくしね。で、前日の夜にも荷造りしてたんだけど、朝一でもう持てばいいだけぐらい、もう荷造りして、もう多分誰よりも荷造りが早かったと思う。で、お金持ってないから、コンビニでお金を下ろして、コンビニでお金を払って、たまたまね、親父が車で来てくれて、母親と父親と一緒に家に車で帰って、無事に。で、先生に言われたんだけど、退院だけど、絶対すぐには仕事復帰できないと思います。その、特に今回は、普通に切ったところ、この話してなかったかもしれないからしとくと、普通にここをピーって切った後に、俺の盲腸が上に上がっちゃってたから、お腹の中を切って、さらにそれを引っ張り出して、引っ張り出そうとして、切って縫ってって、いろいろその、まあ、だから、1時間20分か4時間20分かかったんだけど、まあ、いろいろやったら、切るときに俺の腹直筋と腹斜筋が普通はくっついてないのに、くっついてるらしくて、尋常じゃなく腹筋が、強いらしいんだけど、それにも手こずったりしたらしくて、こういう場合は本当いくら若い人でもすぐ疲れちゃうから、本当気をつけてくださいって言われて、本当そうだった。今退院して2週間ちょっとだけど、随分元気にはなってきたけど、やっぱり体力がまだちょっと戻ってないっていうのと、いろいろあるから、勉強ポイントとして最後までお伝えしておくと、急にスイッチを切ったように体力がなくなるんです。終わった、今日も無理だーみたいな、今日も何もできません、一気になっちゃうから、それがちょっと疲れたね。まあでもたくさん話してきましたけども、盲腸虫垂炎っていうのはね、誰でもなるから、気をつけてほしいなと思います。でもなんか健康でいたいなってすごく思いました。今はね、もうかなり元気になったんでね、これからは、抽選はここ、シリーズはここで終わりで、次回からはまた、なんだろうね、もう何でも食べれるようになったし、なんかパンでもやる、友達の石油王でも、にでもね、チャンネルを渡してもいいし、なんか、元気にやっていきたいと思います。皆さんも、元気でいてねー。というところで終わりと見せかけて、さっきさ、パンの話したね。ピーナッツバターがさ、気になって仕方なくて、ネットでめっちゃ探して、注文して、届きました。はい、なんと私、病院で食べたピーナッツバターが、食べたすぎて、ネットで注文しちゃいました。なので次回は、シリーズ終わりって言いましたが、番外編で、病院飯再現してみたっていうのをやってみたいと思います。お楽しみに、バイバーイ。いや、マジで
楽しみです。ピーナッツバターに加えてね、実はもう一個違う味も買っちゃったから。そう、ただ40個入りなんだよ。